未成年者誘拐罪での告訴、そういったことが考えられると思います。大家好，我是江宏杰。在今年的7月20号，我收到了日本法院的裁判的结果。内容是法院要求福原爱小姐将儿子交付给我的命令，裁判，然后我也希望可以快点跟我的儿子见面。江さん側はですね、この引き渡しを求める審判、通常の審判に加えてですね、緊急性があることを理由として、保全の命令、直ちに引き渡せという保全の命令を求める審判も申し立てました。その結果、7月20日に、結果が出ました。福原愛さんに対し、この引き渡しを命ずる審判です。この引き渡しを命ずる内容です。通常の審判に加えて、保全の命令も出されました。直ちに子どもを引き渡すようにという保全の命令も出されました。この保全の命令が出たことから、福原愛さんは直ちに子どもを引き渡す必要があります。不服申し立てをするとしないとにかかわらず、直ちに子を引き渡す必要があります。